これは、いつの間にか照明が。それに窓の外も暗いみたいですね。ああ、どうやらオートの時みたいに夜に変わったみたいや。何か変化があるかもしれん。注意して辺りを調べてみるか。了解です。あれは、天維人、次の清掃への入り口か。でも昼間の絶景があんな風になっちゃうなんて。やっぱりあの光景も偽物だったんだ。さてと、このまま先に進みますか。せやな、まずは様子だけでも確かめて。ここで来たか。これは聖典に記された77の悪魔の一匹、煉獄を守る門番のもう一中にして恐るべき禁呪を使う魔道の使い手、深淵のアスタルテか。ワイスマンの魔眼。多分あれの原型となった空間そのものを呪縛する禁呪や。くそ、指一本も動かせへんとは。このままじゃ。下がりなさい、女神に背く災いなる獣よ。リーさん、よかった、間に合ったみたいですね。ここはお任せを。一気にケリをつけます。聖杯騎士リス、無理すんな。一人で調伏できる相手やないことくらいわかるやろ。それでも私は聖杯の獣騎士だから。言いたいことは山ほどあるけど、それでも私はケビンのことを守る。私を守ってくれたケビンと姉様のように。リス、いけない！リーさん！
く。まさか俺にこいつを使わせることになるとは。悪魔相手に今更やけど、改めて貴様を下法と認定する。祈りも介護も果たせぬまま、千の棘を持ってその身に絶望を刻み、塵となって無明の闇に消えるがいい。我が右手にある支配者に逆らえず、我らは盾となる。はっはっは、ほらシャキッとしなさい。
Thank you.
今助かる。今助かる。戦闘終了。先に進もう。ケビン。ケビンさん。あ今のやつが持ってたんか。上出来だ、ケビン・グラハム。貴様、次なるは獣の道。新たなる供物を喰らい、汝が印を発現させるがいい。さすれば煉獄の炎はさらにたけり、我が王国は真の完成に近づく。
中途半端ではあったが、まさに伝えた通りだったであろう。お前何者や。その悪趣味な仮面、いい加減外したらどうなんや。お望みとあらば。しかしケビン・グラハム、本当にそなたはそれを望んでいるのかな。そなたが望むのなら、私はいつでも仮面を取ろう。どうかな、ケビン・グラハム。そなたは本当に私の素顔を知りたいのかな。俺は…ケビン…影の王、じゃれ事はそれぐらいにして。何があるのか知らないけど、ケビンを惑わすのは許さない。私が惑わせているのではない。彼自身が惑うことを選び続けているだけのことさ。これで太陽の娘が解き放たれる。そちらの駒も一通り揃い、ようやく本格的な遊戯盤が用意できるというものだ。次なるは無魔の道。光と影の狭間を渡りながら、白と黒の駒を揃えるがいい。さすれば全ての駒が揃い、新たな盤上へと進めるであろう。ケビン、あの…ま、いろいろあると思うけど、とりあえず話は後にしとこう。え？太陽の娘、みんなお待ちかねの大本命や。まずは彼女を解放して、細かい話はそれからにしようや。ケビンさん。そうだな。やれやれ、これで。エステルさん、なんなのよ今のは。エステル、よっしゃ大丈夫。っていうか今の光って、え、うん、まあ君が戸惑うのも無理はないよ。なんというか、さすがにありえない状況だろうからね。ありえないっていうか、エステルお姉ちゃん、お久しぶりです。ティータ、クローゼ、ちょっと涙出そうかも。それになんか懐かしい人たちがいろいろと。うわ、オリビエ、すごく王子っぽいんですけど。それに知らねえ、いつの間に髪を切ったの。なんか色っぽい服も着てるし。悪くないでしょ。僕の方は前の白いコートの方が気楽でよかったんだけどね。
と思えば相変わらずの人たちもいるし。悪かったな、相変わらず。仕事着みたいなもんだからな。エステルちゃん、お久しぶり。まったく、能天気そうなのは相変わらずみたいだね。アネラスさん、それにジョゼットまで。っていうかあんたね、能天気能天気っていい加減しつこいわよ。ふふん、そう見えるんだから仕方ないじゃん。相変わらずヨシュアに迷惑かけまくってんじゃないの？そんなこと、まあたまにはあるけどさ。いやだからそういう問題じゃなくて、何気にユリアさんとかミュランさんまでいるし。久しぶりだなエステル君。ご無沙汰している。ああもう何がなんだか。久しぶりやね、ケビンさん。それに、そちらの人は。聖杯騎士団の重騎士、リース・アルジェントと申します。エステルさんの噂はケビンや皆さんからかねがね。あ、そうなんだ。うん、どうも初めまして。しかしまあ、さすがエステルちゃんやな。君がおるだけで場が一気に明るくなったわ。そういうものって、ケビンさん、どうしたの？なんか顔色が悪いんだけど。すまん、リース。さっきの話は、また今度や。しばらく、お前に任せる。今、とにかく、先に。ケビン？ケビンさん？さっきのあれの反動か。ほんと何がどうなってるの？ケビン、ケビン、しっかりして。